サーハリー・スミス・パークスは英国の外交官。幕末から明治初期にかけ18年間中日英国講師を務めた。イングランド、ウェストミッドランズのブロックスを一ッチで鉄工場主の長男として生まれる。父方の祖父は牧師、母方の祖父は郵便局長兼文具商。4歳で母を病気で、5歳で父を事故で亡くし、 バーミンガムに住む大役海軍将校の叔父に二人の姉と共に引き取られ、寄宿学校に通っていたが9歳でその叔父もなくす。10歳からキングエドワードグラマースクールで学ぶ。カール・ギュツラフにと継いだ10枚と共に、中国で暮らしていた姉たちを頼って、13歳の1841年に、真のマカオに赴き、中国語の勉強をする傍ら、 翌年より、英国全権ヘンリー・ポティンジャーの秘書で、通訳のジョン・モリソンの下で働き始める。1840年に勃発したアヘン戦争を目撃、1842年のコーン・モリス号上での南京条約調印にも立ち会った。1843年、15歳で、関東のイギリス領事館に採用され、翌1844年、 アモイの領事官通訳となった。1854年、アモイ領事に就任。1855年、全権委員として、A、シャム条約締結。1856年、関東領事として、アロゴー事件に介入。1860年9月、英仏連合軍の北京進行にあたり、全権大使エルギン博の補佐官権通訳を務めたが、 交渉中に新軍に拉致され、翌10月まで北京で投獄された。長く中国で暮らして中国語に通じていたのが幸いし、日本講師に転任していたオールコックに認められて、1864年には上海領事となった。1865年、前年の四国艦隊下関砲撃事件に際して、オールコックは下関攻撃に対する、 主導的な役割を果たしたが、日本との全面戦争につながりかねないその行動は、英国政府の意に沿うものではなく、オールコックは公使を解任された。パークスは、オールコックの公認公使に任命され、横浜に到着した。幕府との交渉を開始するが、当時は将軍など、幕閣の大半が第一次徴収政党で、江戸を留守にしていたため、パークスは、普通、 乱と共に連合艦隊を兵庫沖に派遣し、威圧的に幕府、朝廷と交渉。その結果、公明天皇は条約直挙と関税率の改正は認めたが、兵庫開港は不許可とした。家族を迎えるために上海に向かう途上、下関で長州藩の高杉晋作、伊藤博文と会談した。1866年。 米仏蘭と共に幕府と、改税役所に調印。グラバーの仲介で、鹿児島を訪問、薩摩藩主、島津重久、その父、島津久光の他に、西郷隆盛、寺島宗則と会見した。第二次長州聖伐勃発直後、フランス公司レオン・ロッシュと共に、下関で、長州藩の桂小五郎、伊藤博文らと、小倉で、幕府老中。 小笠原おさゆきと会談し、両者の調停を図るが失敗した。その後、宇和島藩を訪問し、前藩主、伊達宗成らに会った。年末、公使館を横浜から、江戸の仙楽寺前に移転した。1867年に江戸で、米花高等による米騒動を目撃し、幕府に進めて、外国米の輸入販売を許可する布告を発布させた。箱根に旅行を。 大阪で徳川義信に越見する。この時、義信はまだ直居を得ていなかったが、期限通り、兵庫を開港することを確約した。パークスは、この時の義信の印象を、今まであった、日本人の中で最も優れた人物と語り、絶賛した。駿河視察の後、大阪から海路で江戸に帰った。イギリス海軍教官受け入れ準備のため軍艦奉行。 かつ海舟と交渉した。軍艦スナップ号で、函館から日本海を南下し、新潟、佐渡、七尾を視察した後に、長崎を経由し、大阪に行った。イカルス号水婦殺害事件、浦上新都弾圧事件を知り、幕府に対して、イカルス号水婦殺害事件の責任を厳しく追及。当初は、土佐藩の関与が疑われたため、徳島経由で土佐に赴き、 主に、後藤小二郎と交渉した。夫人を伴い富士山に登った。兵庫開港、大阪開始に備え、大阪に行った。王政復古の大号令が出されたために、京都を離れ大阪城に入った、徳川吉信に越見した。明治天皇との越見に向かう途中に襲撃された、パーク水一行1868年、鳥羽伏見の戦いの勃発。 幕府軍の敗北、吉信の大阪城脱出を知った。幕府から、各国外交団の保護不可能との通達があったため、兵庫へ移動した。神戸事件が勃発、アメリカ海兵隊、フランス水兵とともに、イギリス警備隊を率い備前半兵と交戦した。兵庫に派遣されてきた、新政府施設、東、久世光富と会談、新政府の開国は新。 条約順守の方針を確認し、神戸事件についてもほぼ解決に至った。公私団を説得し、母親戦争への局外中立を宣言した。新政府の正当性を宣言するため、各国外交団に、明治天皇への越見が許された矢先に、境事件が起きたが、同事件解決後に、京都に行き、三条、耳、岩倉友もなどに会い、天皇にも越見した。 御所に向かう途中に、一行は二名の暴漢に襲われた。襲撃者は、護衛に撃退され、パークスは無事であったが、越見は3日後に延期された。新政府の統制軍が江戸に接近している頃に、横浜へ戻り、横浜の治安維持に当たる一方を、吉野部所分案や江戸無欠会場に影響を与えた。大阪で天皇に越見し、新政府への信任状を法廷。 諸外国では、最初に新政府を承認した。1869年、岩倉智美などとの会談で、フランス・オランダとともに、函館を拠点とした、榎本武明の軍勢を、公戦団体と認めず、アメリカ・イタリア・プロイセンと対立した。岩倉と横浜中流の英仏、軍隊撤退問題など外交、内政について話し合った。1871年、 岩倉智美らと会見し、薩摩藩など、諸藩の政府への不満の増大や、それに対処するためのご神兵設置、廃藩置県について話し合った。横浜中流イギリス軍の大幅削減を本国に提案し採用された。鹿のためにアメリカ経由で帰国、アダムズが代理講師となった。科休暇中にイギリス本国で、 対日外交について政府に意見具信した。主な内容は、岩倉施設団放映にあたって、日本に起任しようとしていたストーンを通訳として確保すること。日本の皇室用馬車を寄贈すべきこと。横浜中流のイギリス軍隊の撤退時期について。廃藩地検についての意見。東京工事町に、高級的なイギリス公使館を設置すべきこと。 公使官員、領事官員の待遇改善について、日清就航条件について、などである。1872年、放映中の大使、岩倉智美、中英公師、寺島宗則と会見し条約改正問題について話し合った。日本人留学生の教育や日本海軍の育成に関して尽力した。外相グランビル博と岩倉。 テラ島の条約改正予備交渉に同席、日本でのキリスト教自由化、外国人の内地旅行自由化、違い方権撤廃、横浜中東イギリス軍撤退、下関戦争賞金などについて協議した。1873年、日本に起任した。明治維新後は、日本に対して西洋文明の導入を推進するなど、 日本の近代化と日英交流に貢献し、日本アジア協会の会長を務めている。ただし、条約改正問題では、外務協、寺島宗則と対立した。1883年7月、対日18年目にして、新国講師となり離日。1884年からは、中間講師を兼ねた。1885年、認知の北京において、 マラリアのため、57歳で没した。私とサーハリーとの関係は、確かに楽しいものではありませんでした。アダムスもミッドフォードも彼をよく思ってはいませんでした。これは主に社会階層の違いから来るものです。私もその通りだと思っていた、日本人の誓願に対して、彼の荒々しい言葉を通訳しなければならなかったのは、本当に辛いことでした。 しかし、彼は偉大な公僕であった、アーネスト佐藤。ありがとうございます。